いや、吉井さん、申し訳さん、こんばんは。こんばんは。ね、なんというか、もう秋ですね。秋ですよ。うん、めちゃめちゃ涼しいですね。お昼もね、なんかもう本当に二十台前半とかなる日もね、ありますし。すごい過ごしやすいですよ。今。そうですよね。まあたなって感じじゃこの季節がさ、ずっと続けばいいのにね。いや、本当本当。一番僕があの年中通し好きな。 外遊びもできるし、うん、あのしなくてもいいしみたいな時期じゃないですか人が浮つかない時期っていうかね, <laughs> うねみんな落ち着いてこう割と、うん。 優しくなる時期というか、あとやっぱり外は普通にっても、体に負荷がかからないじゃないですか、暑すぎたり寒すぎたり、生命が脅かされる不安がないていう、非常に気持ちいいですね、気持ちいいですね、これが長く続けばいいんですけどね、そうなんですけどね、そういうわけにはいかないわけですよ、ですからわれわれもね、冬対策というのをそろそろ始めねばならないわけですよね。 吉井さんの冬っていうのはどういうふうにいつも対策されてますか。うん、対策ですか。冬対策。ねうん、まあそうですね。まあその外にいる時き、まあ大体自転車乗ってるんで、はい、その何ですかね。やっぱ手袋とか。はいはいはい。まあそのまあ最近上着はあのノースフスのスウェットのマウンテンパーカーでなんかこ足りるんですけど。はい、はいはい。って感じですかね。あ,あそうですか、うん。あれを買ってからね、だいぶ良くなったね。マウンテンパーカー。まあやっぱりいいの買うと全然違いますよね。うん、そうそうそう。なんかねあの。 湿気がこもんないし、でもちゃんと外の冷たい空気入ってこないから、ちゃんといい感じで中の温度調整できるっていうんで、いい買い物したなって感じですよ。いやぜひね、今の時期ならまだ冬物がちょっと安かったりするんで、はははいいいこの時期にね、いろいろ入手しておくっていうのもいいんじゃないかと思いますけれども、そうですねいやまあとはいえ、ですね冬がやってくる前にわれわれが倒れてしまっては、ともこもございません。健康はね今日あでしょ なんかラストデンティストっていうラストデンティストのねラインを送ってね今日で最後だと意気込んで言ったんですけどまたねあの終わったと思ったじゃあ次はっていうまたフレーズがまだあるんかと思ってデンティストフォーエバーな本当にね終わんないんですよ終わらないんですよトゥービーコンティニューですよ本当に全然終わんない本当にもう何ヶ月だ本当もうなんか夏始まる前から言って夏過ぎましたからねそうですよねワンシーズン終わり過ぎましたから歯医者に通い続けてもうねだって下手な お店より全然常連でしょいやほんとにね <laughs> めちゃめちゃ通ってますよ <laughs> <え>まあ、週一とはいえ常連患者いやほんとにああ吉井さんだみたいなねやっぱりまだその病状に関しては伝えられないところがある <laughs>、うん、いや一応ね今やってるのはずっとこう、虫歯、うん、は削ってもらってるんですけど、うん、こう、やっぱなんかねちょっとずつなんですよね痛がるからじゃないですかそうですね今回もビビりまって怯えきっていきましたけど <laughs> <laughs> めちゃくちゃ痛いんじゃないかと思っていったらね、今日もまた痛くなくて、そうですか。先週も痛くなかったんで、手を挙げることもなく、挙げることもなく。じゃあ割ともうなんていうんですか、その後みたいな編に入ってるんですか。入ってるんだと思うんですよ。うザマこえとその後、なんつうかね、こういうね、なんか横文字が一応かばないけど、あのロードオブザリングだとね、追歩編っていう出てて、追いかけるに捉える、あのあの物語が終わった後の話。 原作では出てるんですけど、まあねデンティスト追放編ということですけどね、終わればね、終わらなきゃこれはもうフォーエバーですよ。いや、本当ですよ。いや、まあまだちょっとね、もうちょっと変えることになると思いますそうですね僕は最近自炊を始めまして、おいいじゃないですか。ついに、あんまりやってなかったというか、もうこの1年ぐらいほぼやってなくて。 もともとそんなに嫌いじゃないんですよ、料理自体っていうのは。でもまあまあ、そういうこと言う人は大体やんないじゃないですか。もともと好きだとか。ね、言うやつはね。抜, <laughs> 抜かすやつは <laughs>。で、ちょっとまあ、ひょんなきっかけで始めたんですけど、これ楽しくて。あのやっぱりね、家事って。 家事、まあ、ってか特に料理って工夫とね、うん、そのテクノロジーでね、うんうん、いくらでも効率化できるわけですよはははでこの効率の悪い世の中の中でですよ <laughs>、うん、ここは聖域だなと思って。 全て自分でコントロールできるとできるし、うん、で結構あのパシパシ決まっていくと気持ちいい、うん、でしかも結構美味しいものが食べれるわけであ<ー>まあまあ簡単なものしか作ってないですよ生姜焼きだとかねうん、うん、なんかこうその油そばだとかさなんかそ,んそうん、そうそうもうね豚肉をちょっとこう茹でて、うん。 ネギかけてさ、うん、卵落としてとタれかけるみたいなそんな、うん、タれもちょっと組み合わせるだけの、はい、ね調味料ねうまそうっすね今話聞いてるだけでおいしい美味しいんですよ美味、うんまあ、しいからこそ続くんですけどやっぱりね、うん 続ければ続けるほど楽しくなるなっていう気がします。うん、いいなんかリズムができるので、うん、まあもう正直ですよ、うん、なんかもう仕事が山積みになってきてるわけでございましてこの後もまた仕事しなきゃいけないんだけどもうん、うん、なんかねもうご飯を作るぞってなると、うん、強制的に一回ブレーキがブレークが入るので。うん リズムができてくるその後仕事したとしてものんべんだらりとね一日何も食べずに仕事してるよりはずっといいわけですよ。なるほど効率的にそっちの効率も上がるしと思ったのでちょっとね料理は続けていきたいなと思ってですからね僕はね健康になります健康宣言健康宣言。 ブラザーのいいですねでもねいいですよでも確かにね買って食べてとかさでなんかすぐ終わっちゃうからんかあんまり食べる時間みたいなのをちゃんと確保したことにならないっていうかそういうのありますよねブレイクになりきらないときがねそうなんですよ買って食べてくるとですよんかやっぱ思い入れも違うのでやっぱんかね片手間に仕事しながら食べちゃったりするんですよそういうのがねやっぱ自分で作ってるとさあんまないちょっと 程よく疲れてるし、作って。はい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 。だから走った後の休憩みたいな時間に食べるわけですよ、うん。なるほど、なるほど。だから、あれはいいなと思って。いいですね。そう。そんな新しい楽しみを見つける。ありがところでございます。<laughs> いいじゃないですか。ね、いい趣味じゃないですか。いや、いでも、あの。まあ、まあ。この話はね、うん、実は。 どうでもいいなと思って今、分数見たらさ、先週もだいぶオーバーしど来ちゃってるんですよ。でも今日実はね、メールを結構いろいろいただいていまして、そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと僕、の僕喋りすぎたので、1通だけちょっと吉井さん、選んでいただいて、ちょっと名前が面白かったので、この方をよろしくお願いします。デンジャラス・ドス・ジャグラスさんということで、読みづらいんですけど、ありがとうございます。ドス・ジャグラスって言いますと、ンハンのね、 モンスターの名前ですけどもはいはい、はい、そうですね。まあということで、えっとモンハンアイスボーンやってます。はい、僕もやってます。ね、みんなやってます。で、えー、っと私はハンマー使いなのですが、ほう。えーっとね。<laughs> ためさんクラッチからのぶっ飛ばしからの餅つき楽しいです。非常にもそのままのあのコマンドが出てきます。これやってないとわかんないっていうね。えっとまあ気絶値、気絶値の調整が入らなければ良いのですが。ね、もうすごいゲームの話してますけど。えっともうクリアしているとこの方は。で、ラージャンの配信待ち。なるほど。うん、でもお二人どこまで行ってますかねみたいな。ゲーム所もまたやってくださいっていうことで。そうですね。ありがとうございます。そうか、そうか、ゲーム所最近やってないからね。なんかね、あの前回割とゲームの話した。 けどちょっとゲームショッとしてはやってなかったのでそうですねねありがとうございますメールありがとうございます嬉しいですねなんかこういうあの我々のようなですよまあオタクだと思われるような方からい頂けるっていうのも嬉しいですね嬉しいですね僕もねあのハンマー扱いなんですごいこれわかりますよそうですよね吉井さんハンマーでしたねそうそうハンマーと弓と太刀ってはいはいはいですよね楽しいですよそうそう今作やっぱさなんかそのモーションやっぱりそう前回全然言葉出てこなかったんだけど やっぱこうモンハンのすごいところってやっぱこうモーションだなと思ってて、はいはい、プレイヤーのモーション、まあ、あいモンスターのモーションもそうなんですけどプレイヤーのモーションがさそのなんだろうこう結構、癖があるじゃないですか、うんええ、なんか,なんかこうサクサク、例えばあの「無双シリーズ」とかさ、はい、デビルメイクライとかみたいに、あのー、動かすっていうよりも、うん、ちょっとこうもたつきがりあっりて、ね、回復するにも回復モーション結構、しゃくあるじゃないですか、はい、でその間にも隙だらけだし。 だからあの死にゲーって言われてるそのダークソロシリーズとかあのセ,キロシリセキロって出たやつとかってあの基本的にはどんどんこうその辺のキャラクターの動きの癖をなくしてってこう死んだのはあの自分のせいだっていう,こう思えるような難易度けど難しいっていうのを追求してるけどモンハンはこう結構癖があって。 難しいいじゃなですかこれだけ入るってのはすごいなと思って本本当当ににもちろん PS4 になってから若干小型機の時に比べたらやりやすくなってるなって感じもしますけどでもやっぱり武器の重さとか装備の重さが普通に反映されてるという点ではねいい意味でやりにくさがあるというかヘビーボウガンとか持った時にローリングすごい癖あるじゃないですかこう感性もあるしさ なかなかね、そうなんですよ。だからやっぱりその自分の武器、まあ吉井さんハンマーっておっしゃいましたけどね、っていうものができやすいですよね。あの熟練していかないと面白くならないから、そう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 動きにね、そうですね。ちゃだからこうなんかこうこっちの技術を磨いていく必要があるっていう、歯ごたえのあるゲームですよね。本当に本当に。まあ僕あの FF4T もやってるんですけど、あのやっぱり FF4T の方が非常に動きやすいんですよ。だからそれ行き来するとね、最初のやっぱりあのワンクエ ぐらいは若干こう調整時間が必要な感じです。なるほどね、えー。そうかそうかそうか。そう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 。まあそうっすよね。うん、なんかそのね、割と本当に何かこう本当に熟練していく必要があるっていう感じの。うん、そうなんですしかもその自分の申し上げも癖があるし。うん あの相手のモーションもすごい癖があるっていうか、絶妙に動かないといけないから、だからプロ班とかって言われるじゃないですか、すっごい,上手したっていうまい人たちのこと、本当そうだなと、いやすごい技術というかね、うん、もうで彼らはやっぱり知識も非常に豊富ですし、相手のモーションから環境の状況まで記憶しながら戦ってるわけじゃないですか。うん、このの、ね、視野の広さね、うん うまくなると視野が広くなるっていうのがああいうモーハンみたいなゲームの面白いところだと思うんですよ。だから難しい相手だと最初は全然こうもう相手のことしか見れないんだけどだんだん慣れてきてうまくなってくると周りが見えてきてなんかちょっと周りの環境を使えたりとかあのふとしたねこう描写に気づいたりとかねしてさらにゲームが面白くなっていくっていうね。よくできてますてくてくてよくできております楽しい本当い。 あれ、あね、ちょっと今、ふと気づいたんですけど、はい、タイトルコールを今日ちょっとまだしてなかったっていうそうですね <laughs> 10分経ちましたけどね <laughs> やりますか最長ですも、ね、んやりましょう <laughs> はいストックブラザーズ・ザ・ワールド <music> おっ <laughs> <laughs> いや、お待たせしましたね。はい、お待たせいたしました。<laughs> えー、木曜日の夜10時30分から放送しておりますカルチャーキュレーションだばなしプログラム。はい。ストックブラザーズ・ザ・ワールド。はい。お相手は、ストックブラザーズブラザー1森重雄介とブラザー2吉しりくとです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、そうでしたね。いや、本当に。なんかね、なんか忘れてました <laughs> なんでですかね。なんかちょっと今日我々 <laughs>、うん のんべんダラリとしてる感じですね。なんかこう、なんか日常の延長戦な感じがね、うん、だ話ですけど、これもそうですかね。まあ、五十六回目の放送、記念すべき五十六回目の放送ということでございます。ね、五十、五十回をスルして、五十六回を記念する我々ですけどね。まあ、あの、百も間近なになってきてるわけ。でいやいや、なってないでしょ。まだですか。あと四十四回。あと一瞬かなと。まあね、根調子でいけばね、あっという間かもしれませんけどね。いや、まあ。 でも本当にありがたいことですよね、はい、たくさんのことが聞いていただいて,いて、ね、いろんなメールもいただいて、ありがとうございます。うん、なんかあのー、このこ NRS ラジオ自体がですね、はいえー、昨日 九月十八日の夕方、あの K. B. C. テレビの知りたかという番組ですね。あの取り上げられまして。あの今ネットでも、あの K. B. C. のページでね、動画見れる。あ、そうなんですか。あのう、まあ、ひょっとしたらですよ。今日の放送を、そのテレビを見た方がですね、聞いてくださってるかもしれない。恐縮ですね。いきなり。にもかかわらず、タイトルコールを逃すと。いうね本当に申し訳ない。まあ、もう、そんな方の。 ためにもですね、はい、我々のメインコーナーをぶつけていきたいと思うわけでございます,す、ね、よろしいでしょうか。はい、もう早速いきましょうかね。天が呼ぶ、地が呼ぶ、人が呼ぶ、映画を見ろと、人が呼ぶ、聞け、悪人,悪人ども、我は正義のアンダーソン君。ん、悪く <laughs> シネマンどころ、会合 ということでございまして、の今日やる映画の日本語吹き替え版でそう呼ばれるっていうところからなんですけれども、このシネマンどころのコーナーでは毎週たまたまでやった映画をですね我々がウォッチいたしまして、このシネマンどころのもうくぐれるかどうかというところを恐れ多くも決済させていただく、そんな映画だ話コーナーでございます。ということで、今日の作品はどちらでしょうか。マトリックス バウンドなどのラリーアンディ・ウォシャウスキー兄弟当時が手掛けた SF アクションシリーズの第一弾スピードなどのキアヌ・リーブスを主演に迎え仮想現実の世界を舞台人類の運命を左右する一大バトルを描き出す ヒナなどのローレンス・フィッシュバーンやメ、うん、メントなどのキャリー・アン・モスラが共演、うんうん、スタイリッシュで斬新な映像と世界観が話題になった<ー>ということでございます、ね、ありがとうございますバウンドのなもモシャウスキー兄弟っていう、ねうん、そうくるのかと思いましたけれども、ね、まあまあ当時ねそうだったんでしょうね今はねもうあの,あの両方ともあの性転換を、はい まあ兄弟がして、ね、あの姉妹になってますけどねこの時は確かにブラザーズって出てましたね、うん、字幕もね,ねまあでもね、二人でもしくは一人でいろんな仕事をその後もしてきているわけですけれどもまあこのマトリックスが、うん 二人にとっての金字塔といって差し支えないでしょうそうですね、うん、もうね、この二人の多分、監督の名を一気にもう高、はい、飛躍的に高めたというか、そうですね、うん、でまあ、やっぱりキアヌ・リーブス、うん、まあ日本でもね、非常に人気のある俳優さんでございますけれども、ま今度、日本でも公開されるジョン・ウィック4ですか、<あ>3か。3ですね、ジョン・ウィッ ももちろん主演でまた出ておりますし、なんか日本来てたんでしょあ見たいですね、なんかお忍びでね、来てたんで、四国とかなんか来たっつって、いやね、キアヌにポッと出会いたいですよね。でさ、彼の場合はさ、ポッと出会える可能性あるじゃん、なんかありそうな感じするんすよね、あの人さ、すごいアメリカでもふらふらしてるから、大スターだけどね、ホームレスの格好して歩いたり、一躍ね、キアヌが、なんか、特にオタクたち、 にの心を静かにしたのが、そのホームレスの格好をして、はい、なんかベンチに座っている写真を撮られたときに、それがなんか哀愁というかですね、寂しすぎる写真でなんか、うん、なんかね、うん、みんななんか好きになったっていう。そうなんですよ。しかもコスプレとかじゃなくて、うん、普通にその格好をしてるっていうか <laughs> なんかちょっと見す,すぼらしかったんです、ね、まあね彼ね、そのやっぱりお子さんだったりとか奥さんだったりとか、うん、そのまあ いろいろあって亡くなられたりとかそういう悲しい過去があって以降かなりその人生に転機が訪れたようなんですけれども。うんうん まあもうさ成人ですよ。日常の振る舞いから何から。本当に本当に。でその成人がジョンウィックでは次々と人を殺しまくるというね。なんかパラノイアみたいなね感じの映画あますけれども、まあやっぱり日本で知られたのもまあスピードはもちろんそうですが、マトリックスこれ非常に大きいんじゃないかと。そうですね。やっぱもうてか SFA 映画の歴史に残る一本な感じですよね。まあっていうのがなんか今20周年公開20周年のタイミングで、えっと主に。 4DX でなんかこう限定上映、はい、再上映というか、されているっていう状況ですよね、はいでまあ、実は今日までで、これやる頃にはもう見れないんですけども <laughs>、そうですね残念ながら。<laughs> まあまあまあ、一応、ちょっとね、うん、マトリックスやりたいなと。 あの劇場で見たのは、どうですか、公開当時、見てますいいやいや僕ね、見てなくて、うん、後で子供どものと多分レンタルかなんかで見た覚えがありますね。はい、なるほど当時、すごい話題になってて、はい、ニュースとか、なんだろうね、ワイドショーじゃないけど、なんか目覚ましとかさ、うん、ああいうのですごい映像流れてるのを見た覚えはあったんで、そういう、まあ、もちろんその後 あの映画本編時代 D V D で見てますけど、はい、うん、劇場初めてだったんで、またなんか全然違いましたね。そうですね、うん。新しいものを見たって感じですね。本当に本当に今この二千十九年で見ても新しい。うんうん、そしてあの全くなんていうんですか、そのテーマみたいなものも古くないし、いやー本当に時代を超えてるなっていう名作ですね。うんうん、そうですね。うん、なんかね結構設定時代をこう改めて見ると、はい、なんだろうそのまあ現実世界であんま、うん、あんまこうパッとしない、はい、あのやつが。 が実はその現実世界は偽の世界で、はい、本当にの現実世界がまた別にあってうん、うん、そこで自分はその救世主なんだっていうまあ設定じゃないですかないいい、ね、なかか少年漫画チックというか夢を見やすい,いう設定でもあると思うんですよね。本、ね、本当に本当にに であの僕割と日本語吹き替えのイメージが強くて多分ですね金曜ロードショー的なのでいっぱい何回か見たんだと思うんですよでなので英語で聞いてみるとですね非常に英語が聞き取りやすい確かにねなんかみんなめちゃくちゃはっきり発音してくれるからこれあの英語の教材今日の英単語でねやれるんじゃないかと思いますメイトリックス仮想世界やれますけどもねははいい。まあ あんまり正直言うと、うん、内容をこ細かく覚えてなかったんです、うん、ただその予告編を見るだにこのポーズやってたなとか、うん、何やら影響をいろいろ受けているっぽいという。 感じはしていたんですが、見てみたら、ですね相当な僕は個人的に影響を受けてますね。本当ですかマトリックスマトリックスという世界の現実が改変可能であるという思想にですね非常に僕は今でも結構生きてるなと思うしあとキャリアン・モスのトリニティヒロインのあのね僕のタイプですね、マジすか多分ねマトリックスから来てる。そうなんだえ トリニティ,ニティ役、まあ、あ,のあの人自身キャリアモス自体、うん、別の作品とかはそんなに好きじゃないんだけどうん、うん、トリニティという役が。 これやと思っておそらくその後の僕の人生にですね影か光かを落としているのはトリニティだと思われますええなるほどファム・ファタールというかまあ秒というわけでもないと思うんですけどねまあまあクール系のまあまあその劇中としてはねそうそうそうっていう感じのイメージいや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 なのでんかそういうことを発見が多くですねありましてまあこの世界もひょっとしたら マトリックスかもしれないいそれね、結構この映画見たときに、うん、確かちょっと社会現象にもなってたじゃないですか、はい、なんか一種の。ええ、でも改めて見てみたらそのよくできてるなと思うのが、うん、その仮想世界でも死ぬと、うん、現実世界の方でも死ぬんだっていう設定が、はい、すごい効いてるなと思って。はいはいうん 現実世界の方で目覚めようと思って今ここで命を絶つっていう行為にちゃんとブレーキをかけてるなとそうですねそこがすごい偉いなと思っていいややそそううこの映画見てあそうなんだと思って自殺しちゃわないかなっていうあくまで科学的な方面で語るので宗教的方面にはいかないんですよねそうですねそれはね非常にうまいところですよねうまいところですねあとさやっぱりいろんな例えばもう散々パロディされてるさ弾をよけるシーンとかっていうのも 今見てもなんか全然なんていうかね、うん、かっこいいですよねめちゃくちゃかっこいいですよね、うん、絵が決まってて、うんうん でね、あの、それと音とのリンク、あの音楽とのリンクみたいなものも決まってますよね。ちゃんとそのリズムというか、曲の展開に、あの、彼らの顔とね。体の動きが合ってるっていう、なんか、どん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 、こっちも乗せられていくような、あの終盤の。ビルを襲う展開はですね、まあ、圧巻だなと思いましたよ。本当そうですね。なんか、ちゃんと、こう、スペクタル、スペクタクルって、やっぱ、こう、なんか、こう、ちゃんと。 いいものは生きるなと思って。そうですね。あのヘリが落ちるとこの下りなんか最高でしたねはいはい、はい。最高でしたよ、うん。あのカメラがね、少しこう俯瞰したカットにこうなったり。手前のカットになったりっていうのを繰り返す。だと思うんですけど。なんかこう二人をね、同時に展開している感じ。あのネオとモーフィアスを。 なんか一人で二つ点あのなんか体感してるような感じっていうのがすごいあっていやーうまいなーってちょっと思いましたよ <laughs> ねうん、うん、なんかねあのー、僕あの 2D であのー、なんだっけえっ、ー、とドルビーシネマで見たんですけど、はい、なんかあのー、なんだっけなやっぱ結構黒が本当にきてて、はい、やっぱこのマトリックスってあ,、はい、あのー、すごく 有名なのがあの黒に緑でさ日本の,語のカタカナみたいなのを、はい、わーって振ってきてるみたいな、はい、あれがなんかね、まああいうのから始まり、はい、なんかすごいこう黒うん、うん、例えば衣装もそうだけどあのがねすごい引き立つ感じでなるほどドルビーシデマでの上映はですねすごい良かったですねああいいな確かにまあドルビーはね黒が非常に引き立つシステムですからうん なるほどね当時の映画でもそうやってしまって見えるんですね、ちゃんとね、ねでも多分この頃はね、うん、また本当は多分こうフィルムでまだ映写してた頃だったと思うから、うんうんね、また全然違うね、まあねリマスターをどんな感じでやってるのかとかもあるかもしれないし、うん、あと、単純にプロ,ジェプロジェクターのコントラスト比がやっぱり異常に高いと思うので、ね、ドルビーがですね、それもありますよね、うんうん、すごい。 フィルム表現がちゃんと現代の最先端の表現に合っていくっていうとことですかね <laughs> そうそうそう。なんかね、そうそうそう、それでもちょっと話、脱線するけど、なんか最近、あのー、結構デジタルじゃなくて、はい、フィルムで映画を撮っていくみたいなことを、をはい、はい、リバイバイルがあありますよねあのえなんか撮影自体が、はい、うんあそうリバイバル、うん、っていうのが、やっぱりこうデジタルはさ、こうやっぱ拡大したときに、あくまでドットの拡大にしかならないから、限因があるけど、はいはい、フィルムはその。 撮った後にそ,のそれをデジタルに置き直せばいくらでも解像度を高くできるっていうんで撮影自体をフィルムでやっていくっていうね結構、「スター・ウォーズ」とか確かそういうふうに撮ってるみたいですけどそう考えるとね、うん、逆に多分今作とかフィルムで撮影してたのかな。うん 2001年どううなんでしょうねうんうんだから、なんかそういういの絵の荒さみたいなのも古臭さは特にないしやっぱりそのフィルムって保存もフィルムの方がいいっていうじゃないですか未だにうんうんデジタルにするとフォーマットが変わったりすることで失われていく可能性がある画質も劣化していくしなのでできるだけ映画ってフィルムアーカイブをするっていう1つの,そのまあ思想がある。 と思うんですけど、まあそう考えた時にですよ、まあなくなり得ない技術、これ古い技術ってことじゃないんだっていう、その取り回しがしづらい技術ではあるかもしれないけど、あの今でももちろん大旋球で使えるものだっていうことはまあある程度証明してくれてますよね。そうですね。それがまたその今回のそのなんか映画のそのやってる映像表現とかにもそのままなんか通用するような気もちょっとしましたね。本当本当に。バレットタイムっいあのなんかね。 時間を止めたような感じで、ええええ、あのー、カメラがぐるっと回り込んだりとかする、はいはい、ああいう表現とか、まあその後のザックスナイダーのさ <laughs> あのスリーハンドレッドとかの演出とかにもさ <laughs>、うん、まあ通じるものだと思いますけど、うんうん、あのー、ウォシャウスキーの二人がすごいのは、うん、ああいうストップ。 まあ、バレットタイムを使っても、うん、あの話全体の、うん、が間延びしないというか、うん、リズムが早いままで続いていけるっていうこれはね結構すごいんじゃないかなと思ったりしますよね、うん、確かにね停滞するアクションってさ結構、うん、往々にしてこう、はい、あるじゃないですか、はい、アクションのためのアクション見せ場みたいな。はいはい それにあんまりこう陥らないっていうのはすごいですよね。そうです。そうです。あ、なんか、バルトタイムとか使ってもさ。それはやっぱり、あの、ワンカット、ワンカットに対する、やっぱ、こだわりというか。うんうん、それをちゃんと日常のカット、積み重ねているからこそ、うん、あえての、あの、上がりカットみたいのを取らなくていいってことだと思うんですよね。うんうん、なんか、これはやっぱり、その、すごく誠実な、映画の撮り方じゃないかなというふうに思うしね。うんうん、いやー、本当面白かったな。な面白かったですね。うん、あと、やっぱ、その、決してこれか。 かっこいいんですけど例えば修行シーンとかさですかね実際存在するのかわからない空手のポーズみたいな感じじゃないですかああいう一癖ある感じがまた「マトリックス」が愛されるゆえんだと思うんですけどモーフィアス対ネオのね同義みたいなまず同義がいいんですけどあれやっぱり言葉でさりげなくモーフィアスがさすごくいい独創性だ っていううことわけですよね技のバリエーションがねあるんだってそれをちゃんと言ってることでですね保証されるわけ安心されるわけですよね彼のそのイマジネーションが安堵されるわけですよ。こういう技は出していいんだったら飛んで右左右みたいな足をバタバタさせるような蹴りとかあるじゃないですか明らかに腰が入っていない蹴りですけどすぐ捕まえられるけどね。そそそううう でもあいいいうのはいいんですよね修行の時も柱を駆け上がって、うん、こう爆虫みたいのするんだけどおここから、うん、ムーンサルトキック的なって思ったら普通にこう落ちるっていうのが最初はさ、うん ネオの試行錯誤が見えるわけ最終盤に覚醒するまではそこがまたね愛らしいですよね非常にそうそうそうちゃんとね過程を終える感じがねネオそうそうそういや非常にねまたね最後はだからこう意表をつくというか改めて僕あのもう あれあれですけど、よく有名なその銃弾を止めるカットあるじゃないですかあそことか完全忘れてたんで、普通に興奮していやいや、本当に本当におってなったおー、すげーってなってで、あのさ、銃弾を止めた止める前にさ、まず、NO! って言うでしょで、こう来て、パって止めて、首をちょっとかしげながらね、銃弾の一つを取って落とすんですよはい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 ちょっと悲しそうに、あれみたいな感じ あのさあ、<laughs> キアヌの顔はさ、うん、すごいよ。でできたでみたみいなその後もこも、もちろんさ、うん、エージェント・スミス、今までも超強敵だったヒューゴ・ウィービングがですよ猛攻を仕掛けてくる。うん、でそれを あ割とね、簡単にすスすすと真顔でさばいていくんだけど、簡単すぎて、右手をね腰に当てて横を向くんですよ。で、左手だけでさばくっていう、それもやっぱり銃弾を落としたときと同じ、うんっていう顔でやるっていうね。自分のね、能力の伸びしろに気づいてね、いろいろやってみたくなってるところですよね最後はもう飛んでますからね、空をビンビンビン飛んでますからね。 でもやっぱり、絶対に叶わないという相手にね叶うエッセンスというのがもちろん救世主という才能というのもあったかもしれないけど信じることであるという描き方をしているのは非常に少年漫画っぽいところでもあるしシンプルでいいなと思ってなんかやっぱ絆系に持っていかないのは本当にいいな気がししまた確かにね。そそれはうかも そうね、で非常に効率よく、ですねこれは映画を作る目線でという意味ですよ、うん、あの現実にということではないけど、効率よくあの。うん キャストを減らしていくというかその描き方も非常に上手そうである程度、みんなクルーたちが生きている状態だとそれぞれのキャラを立たせていくことによって映画の尺が長くなりすぎてしまうし話もぶれやすくなるということなので早めにある程度、そのクルーたちをですね退場させていくという描写をやるわけですけどもこれがうまいうまいですね。うん 素晴らしいですよ素晴らしいですね、あと一人裏切り者を入れておくっていうのも、今回見て気づきましたけど、いい感じで、だからそこ、サスペンスというか、持続して、そうですね、話にずっと集中できるっていうか、いや、本当に、もうあれでも思いましたよ、俺、ああいう顔のやつ嫌いなんですよ、なんでかなと思ったら、あこれだと思いました、いろいろマトリックスに原点があった結構ね、僕はマトリックスにかなり影響を受けてるっていうことがよくわかりました。怖いいすねねででも顔さマトリックスのあつ に顔似てるから嫌いって思われるのね。まあもうもはやね大人になってもう一度見返したので自覚的になってますからあのある程度その衝動的なものは抑えられると思われますけども。まあとはいえやっぱりこうあえて多分こうわかりやすく裏切る者のやっぱ顔をさせてますよ多分ね。まあそうですね。マトリックスの役所のやつね本当に笑そうなね。あのサッカーのですねルチアのスパレッティという監督がおりましてイタリアなんかでね活躍してる監督彼に似てるんです。 でね、うん、いい監督なんですけど、うん、なんかね気に食わないなずっと思ってたんですよ。いい監督んなんだ普通に。あのー、すごくですね、うんうん、なんていうんですか、まあ。 悪いちょっと素行の悪いやつらをピシッとまとめてしまうような親分肌のでも戦術家っていういい監督なんですけどなんか気に食わないなと思ってたらそれはね「マトリックスのあいつ」に似てるからだということが分かりましたけど、うんうん、あでもそういうのあるだろうないろいろなんかな、うん、あるんだなと思いましたよ確かに確かに,本<当>に <laughs> それに気づけただけでもねまたねいい収穫ですね本当に、あのー、そういうところにも出会いましたしね、うん、うまいですよキャラクター配置、うんうん、でやっぱモーフィアスという存在のね、うん うん、なんか置き方も上手、うん、そうですねモ、うん、フィアスってさなんかこうやっぱりこうリーダー的なさ、はい、感じでこうなんだろうな,なんて言うんですっけあのパダワンじゃなくてその逆のマス,マスターみたいなさ、うんええ こうそういうこういこ導き手みたいな感じのまあ役割だし実際そうなんだけど同時に何かこうもろさと可愛らしさみたいなのがすごい出てるなってそうですよね愛らしさがすごいと思って今回特にそうですねまあ物語のそのガイド役というものをまあ買って出てくれているキャラクターじゃないですか彼はねで主人公がガイド役になりすぎると物語って非常にこうなんていうかなチープなものになりやすいというか主人公の独白ばかりになってしまってみたいなところあるんだけどもモーフィアスがある 程度ガイドしてくれることによってしかも最初憧れの存在マスターでいるんだけどその可愛さが見えてきてうまいこと主人公とさ入れ替わっていくじゃないですか立場が非常にうまい振る舞いていう何といってもですよ白目を向いた後にうおっていうあのシーンあれはねやりましたね、子どあのとき。 風呂であの <laughs> 風呂から出る <laughs> 風呂であの水びしょびしょの中で出るときに、うん、ふわーって言いながら出てましたね劇中はねあの、己のね、油汗でびしょびしょになってますけど、けどねうん、あれはなんだっけ、あの拷問というか、あのなんていうんだっけ。 あの質問というか耐えてるシーンなんですよね。そうですそうです。耐えてあのまあなんか体の中に自白剤みたいなものを入れられてるわけなんだけれども、まあ精神を保ち、そしてそいつをまあ切る。まあルロに謙信でいうとですよ。あのうどんしというねキャラクターに真の一方という技をかけられまして、でまあそれをまあハッと木でね、あのなんか切る時のねそういうような。慣りましたね。え割と初期。あ初期に。えあ本当。 うん、忘れてるございますね。たとえもわからない。<laughs> <laughs> たとえがルロケン、ね。<laughs> ストックブラザーズ名物のね。たとえもわかりにくい。たとえがこ込みいってる。込み入ってる。<laughs> <laughs> <laughs> 参照するものが倍になる。<laughs> いや本当にね。<laughs> <laughs> ありがとうございますよ <laughs>。いいすね、<laughs> うんとね本,本当に。まあとか言ってたらまたね時間が過ぎてるんですよで。ねえまた談話してしまいます。しい,しい,いやでもエンジンもかかってきてですね。<laughs> マトリックスについてはちょっといろいろ話したいこともあるわけですけれども。<laughs> うん、ありますねやっぱねまだまだ。まあ20年やあの公開から経ってるんで、うん、もうご覧になったことがある方もいらっしゃると思うんですよ。そうですねこれだけの映画だしい、うん。だからぜひですね、うん、メールを。 そうですね、また来週も我々はマトリックスの話ができるかもしれないということですから <laughs>、はい、メールをぜひいただきたいと思います、うん、いメールアドレスは YouTube の再生説明をこう見れる、うん、番組の説明を見れるところが YouTube の再生ページにあります。うん、なんかね最初多分三角が上,上向いてるところがあってそれを押すとペーってこう展開されるようになってると思うんですけどストックブラザーズ q.gmail.com でございますから。はい ぜひメール一本いただければというふうに思います。じゃあももう今日ははいいいですすかちろんねということでございまして、決済ということでございます、時間はなかなかないんですけれども、このコーナーに参らねばならないのが現状現状というところでございます。今日の英単語 今日のの英単語のコーナーナですこのコーナーではネット上にゴロゴロ落ちている英単語をぼちぼち拾い上げてはみんなで学ぼう、はい、そんな、えー、英単語だばなしコーナーでございます。はい <laughs> はい、ということでございましてね、はい、まあ今週もまあランダムに英単語を選ぶわけでございますけれども、ねはい、えこちらでございます。はい あ〜それディアじゃないですかディアじゃないのかディアディアなんでしょう分かんないですねんわかりませんかそうですかレベル2ですよレベル2はですね思い切って何々するあえて何々する DARE です A R e うん、デアー構文みたいなのが確かあったんじゃないかな<ー>というふうにネクステージとかに載、ねね、ってたんじゃないかと思いうふうにネクステージ懐かしいわ、ね、<laughs> デアをねあえてなんなんすかやっぱりあのネオがビルとビルの間飛び越えるときに思い切って越える <laughs>、ね、思い切って手をこすってね目からこう手を前に伸ばして、うん、そうですそうですデアネオを 間違ってるの絶対。う <laughs> <laughs> ということでございますよ。Repeat after me. There. 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 One more time, OK? OK. There. There. はい。ということでございます。<laughs> ね、いいのかなって感じですけど。<laughs> ということでございましてエンディングでございますエンデいやいやいや、本当にマトリックスよかったですね今ね、ブレードランナーもやってるけどね、そうですね今日までか、そうなんすよねブレードランナーもやっぱスクリーンで見とかないといけないな、でもまた見せてくれそうな気もしますけどね、そうですねリアルタイムの映画を見るということに非常に意味はありますけれども、こういう名作を見るということに気づくこともたくさんありますので。スクリーンでね ぜひ映画館に足を運んでいただければと思います。まあねあの来週末なんかはあの我らがねあの兄貴木下龍三ね西鉄ホールでニューヨーク公共図書館の上映なんかもされるという話ですから日曜日でしたから来週日曜日九とか八土曜日ちょっとね詳しくはフェイスブックなんかでって思いますけれども西鉄ホールで上映あります。これ福岡ではねここしか今んとこ見られない感じになってますけどなかなかいい映画らしいですからね。そうですね。とフレディックワイズマンのまあ。 えっと長編ドキュメンタリーというか、まあ、本当に長いですよね、3時間近くあるんですけど、そうですよね、うん、非常にいい仲いたいタイム相当だと思います、ぜひお楽しみに、はい、それでは皆さん、はい、さようなら,ーうならー。また来週